肌悩みを包んでくれた店員さん。その昔、もう20年前になるでしょうか。大学生になるときに、母に初めての化粧品を一揃い買ってもらったのがファンケルでした。その後、大学で東京へ行き、水が合わずにアトピーが出てしまって、痛くて何も塗れないとき、ファンケルの店員さんが助けてくれました。水も痛くなっていた肌に、店頭で FDR の化粧液を一本使い切ってしまうのではないかと思うほど、優しく丁寧に手のひらで押さえながら塗ってくださいました。自分の涙も肌に痛かったので、その時は泣きませんでしたが、どうしようもなく辛かった時に、泣きたいほどに嬉しかった体験でした。その後、肌は良くなり、FDR 以外のものも使えるようになりました。今は出産育児を終え、アンチエイジングも気になる年代に。今では BC ラインを使えるようになり、相変わらずファンケルのお店に行っています。次はきっとビューティーブーケになることでしょう。今、肌の悩みもなく暮らせているのは、あの時ファンケルに救っていただいたからだと思っています。40周年、おめでとうございます。心に届いた優しい声。いつものようにスキンケア用品を店舗で購入し、車での帰宅途中に東日本大震災に遭いました。沿岸部を走っていた私は車ごと津波で流され、幸い命は助かりましたが、買ったばかりの化粧品はすべてなくなってしまいました。断水が続き、入浴はもちろん洗顔すらままならない毎日でしたが、少しだけでも日常を取り戻したい気持ちが徐々に芽生えてきました。スキンケアのストックもなくなり、思い切ってファンケルの通販に電話をかけました。そしてオペレーターに買ったばかりの化粧品がなくなった経緯を伝えると、大変な思いをされさぞお困りでしたねと親身になってくださいました。事務的ではない一人の人間としての温かみが伝わり、涙が出そうでした。その後、迅速に配送してくださり、本当にありがたく思いました。あれから9年経ちますが、辛い記憶は全く消えません。しかし同時に、オペレーターの思いやりのある対応や、手元に商品が届いた時の安心感は、温かく幸せな記憶として、しっかり心に残っています。もう一人の家族、ファンケル。35年くらい前、母が肌に悩まされてきた中で会ったのがファンケルでした。当時、ファンケルの化粧液はとても小さな可愛いガラスの瓶でした。その頃の私は小学生で、その瓶が可愛く、魔法の薬が入っている小瓶みたいで素敵でしたので、使い終わった瓶を母にもらって集めていたのを思い出しました。高校生となった私は市販の洗顔料を使っていましたが、母と同じ肌質なのか肌に合わず、かゆみが出てしまいました。母が
自分の使っていたファンケルの洗顔料を私に分けてくれて、かゆみも治りました。その頃のファンケルの洗顔パウダーは小さな銀色の袋に入っていて、周りの友達はなんで小分けなのと不思議そうでしたが、無添加で保存料など入ってないからだよと伝えたところ、普段使うものの成分が私たちにとても大切なことを知って驚いていました。ファンデーションデビューも迷わずファンケルでした。母宛てのエスポワールが好きで、届くたびに母より先に開けて読んでいたことを思い出します。メイクの仕方もエスポワールで学びました。そんな私も結婚して家を出たので、私宛に届くようファンケルに手続きの連絡をしたところ、窓口の方がご結婚おめでとうございますとお祝いの言葉を送ってくださり、その後届いた化粧品の小包の中に感謝の気持ちを伝えるお祝いカードセットが結婚祝いのプレゼントとして添えられていました。心優しい、気遣いある素敵な会社だなぁと本当に感じました。知らない土地に嫁いで寂しい気持ちの中でのサプライズでしたので、なんだか家族みたいだなぁととても嬉しかったのを覚えています。出産し子供が新生児の頃、市販の保湿クリームが合わず、ファンケルのベビーミルクを使用したらやはり大丈夫でした。ファンケルを振り返ると、自分の人生の思い出も一緒に帰ってくると気がつきました。40周年絆エピソードがきっかけで、ファンケルとのつながりがずっと当たり前のようにあったのだとつくづく思います。現在私の娘もファンケルのクレンジングボトルが好きで、いろんなシリーズが出ると集めています。3世代にわたり私の家族でもあるファンケルは、きっとずっとずっと一緒にそばにいて続いていくと思います。いつもそばにいて進化し続けていくファンケルを一緒に見て育ってきました。40歳のファンケル、本当におめでとう。そしていつも家族のように寄り添って支えてくれてありがとう。これからもどうぞそばにいてくださいね。私の大好きな愛読書エスポワールの表紙に書かれているこの無添加スキンケアが一生の味方、本当にそう思います。思いはずっと黄色のカード。今から25年ほど前、肌の不調で悩んでいた時に出会ったのがファンケルです。その際、お店で作っていただいたメンバーズカードは、その後25年近く、私の財布の特等席に鎮座し続けることとなるのです。その頃のカードは薄い黄色でした。その後、カードの色は変わり、いつしか薄い黄色のカードはすっかり珍しいものとなっていったようです。数年前、店舗で黄色いカードを出すと、若い店員さんに、この色のカード初めて見ました、長い間ご愛用いただいているんですねと嬉しそうに言われました。それからは店舗で黄色いカードを出すのが少し誇らしくさえなったものです。しかし時代の流れとともに、カードは携帯アプリへと変換していくこととなり、ついに黄色いカードともお別れする時が来ました。お別れの瞬間は少しあっけなく、最長老を失った財布はなんだか寂しげでした。財布の中から黄色いカードは消えましたが、私のファンケルへの思いは失せることはありません。
ファンケルの企業姿勢にとても共感していますし、ファンケル製品のない生活は考えられません。今までも、そしてこれからも、ずっとファンケルファンです。絆に変わった真摯な対応。2年前、突如私の顔は真っ赤に腫れ上がり、痒くて痛くて汁にまみれ、顔も洗えない状態に。新しく使った化粧品の成分にアレルギー反応があることが分かりました。当時化粧品をすべてファンケルに変え、肌を褒められることが増えた矢先の出来事。仕事も順調で、大人数の前でのプレゼンも控えていました。楽しみにしていた恋人との旅行も。痛すぎてお化粧もできず、自信をなくした私は怒りに任せ、ファンケル窓口へ電話をしました。その方は私の涙にまみれた一方的なクレームを真摯に受け止めてくださいました。私には聞くくらいしかできませんが、もしお心が晴れるならまたいつでもお電話くださいと優しい言葉をくださいました。その後も、ご様子いかがですかと数回にわたるお電話や、仕事が忙しくて電話に出られない時はお手紙までくださり、涙があふれました。すべてがダメになったと思っていたけれど、私とファンケルとの絆を一層強めた忘れられない思い出を得ることができました。今は綺麗な肌を取り戻し、充実した日々を過ごしていると、あの方に心から謝罪し伝えたいです。ずっと寄り添ってくださりありがとうございました。あなたのおかげで今も私はファンケルと強い絆で結ばれています。これからもずっと。コロナの時もそうでない時も、2020年4月、全国の緊急事態宣言下、いつも利用していたショップでの購入ができず、久しぶりに電話での注文。電話は当然混み合っておりました。オペレーターの人数も減らして対応しているのかな。感染の心配のある中、お仕事怖くないのかな。でもファンケルだから大丈夫か、など勝手に考えながら順番を待っていました。つながってからも早く切りたいだろうに、と余計な私の心配とは真逆で、次々とかかってくる電話に、よくこんなに丁寧に対応してくださってと頭の下がる思いでした。日焼け止めクリームを買うか、それも含まれている特別セットにするか悩んでいることを伝えたら、セットの内容を一つ一つ時間をかけて教えてくださいました。いつもはショップで手に取ってあれこれ悩めるのに、今はそうすることができず、エスポワールも届かなくなっていたことを最大限にカバーしてくださる心のこもった対応でした。それなのに、そのセットを注文しなかった私に対する受け答えの優しさは、最後まで変わることはありませんでした。いろいろ申し訳ない気持ちになりながら、大変な時に気をつけてお仕事なさってくださいとお伝えしたら、とても喜んでくださって、私にも同じような言葉をかけてくださいました。私にとってはコロナへの恐怖心が最高潮の時、
そんな時に感染への危険と隣り合わせでお仕事をされている方の温かい声を聞いたら涙が出そうになりました。そして数日後、届いた商品の中にマスクとメッセージ。世の中マスク不足で、どれだけマスクが貴重かという時でした。ファンケルがマスクを寄贈というニュースをたまたまテレビで見たのもこの頃だったかもしれません。あの自分に届いたマスクを見た時、絶対にお礼の手紙を書かなくてはと思いながら時間が経ち、その後に届いたエスポワールでこの絆エピソードの募集を知ることとなりました。世の女性たちにこんなにも温かく力強く寄り添い支えてくれるファンケル、40周年おめでとうございます。そして本当にありがとうございます。18歳から30年という長きにわたってファンケルを愛用してきた私にとって、このお付き合いは大きな自慢です。電話をするたびに耳に残る温かく思いやりに満ちた優しい声は、どんなに世の中の状況が辛く厳しい時でも変わらずにそこにあり続けてくださいました。それがファンケルなんだなと改めて誇らしく思いました。絆エピソードをきっかけに初めて感謝の気持ちを伝えることができ、本当に良かったです。これからもお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。社員の皆様のご健康を心からお祈りしております。